ゲストの皆様こんばんは、小田健です。本日も曇りなき眼たけしがお届けしようかなと思います。でですね、皆さん、今回遊ぶステージはジブリで有名な千と千尋の神隠し。本日こちらのロブロックスのステージ実況プレイしていこうかなと思います。すごいよこれ本当に。まず最初に湯屋の外側の飲み屋街見ていきましょうか。でその後この湯屋を見ていこうかなと思います。そして皆様、最近たけしの表情を見るとストレスがすっきりなるという噂が飛び交っておりますが、そこの見てるあなたもストレスがすっきりなりたいという方、高評価チャンネル登録するとなるかもしれません。すっげードアップ。はい、剣で誰か切り裂いちゃったな。ほらこれすごくないか。生ありますってあるよ。はい、ここの画角とこだよね確か。あーすげー。はい、今回はねここの千と千尋のステージを観光していこうかなと思います。この後ですね、ゆうやに行って暴れていこうかなと思うんですが、はい、早速暴れてる方がいますね。うん、ここは食堂なのかな。うん、食堂ですね。千尋のお父さんとお母さんとかが食べてた場所って向こう側だった気がするんだけど、どうだったっけな、あの天のさ向かい側の店あたりだった気がする。うん、向こう側は夜空が広がってるんでちょっと見なかったことにしましょう。ここは、あ、待って、なんか料理あんじゃない。あー、なんか香辛料みたいなの乗ってるね。はい、あ、てかでかい魚ある。うわー、なんかあったよね実際も。魚の頭とかがさ置いてあって、千尋のパパとママの横にありましたよね。はい、向こう側はねまた夜空が広がってるんで見なかったことにしましょう。こっち側は、はい、あれ、千尋のお父さんお母さんが食べてた店この辺だよね。ただこれ L 字になってた気がする。なってないね。ここなってないね。はい、僕が間違ってるのかな。はい、いろいろと見ていこうかなと思うんですが、あの天の看板とかも実際にありましたよね、あのマーク。あ、すごい、ちょっと待って、千尋のパパがさ食べてたあの美味しそうななんかチキンみたいな形してんだけど汁が出てくるやつあるじゃないですか。はい、それかなこれ。はい、たけし飲んなお前。食品の横に飲んなお前。うわ、よくできてんなこれ。あ、あった気がする、なんかからし取ってみたいな、おでんみたいなのもありましたよね。これあったっけな。はい、ちょっとあのお汁が出てくるね食べ物食べたい気がしますが、めっちゃ食べたいよね、あの千と千尋のなんか謎の食材。なんかチキンの足みたいなのがついてるんですけど、あれはでもチキンの皮の中にスープが入ってるみたいな感じなのかな、どうなんでしょう。ここ手抜きだな。ここはちょっとあれですね。はい、でですね、次の湯屋のステージがさらに、クオリティが高いみたいなんで、見ていこうかなと思います。はい、では行きましょうか。これたけしビーム出せるから。湯屋あたりでビーム出すんじゃないたけし。最初はお前日本刀で人切っちゃうし。切るんじゃないよ。視聴者さんに何してんのお前日本刀で。ここすごいよね、この降りるところ、生ありますからのさこの景色。うわー、これ綺麗、素晴らしい。はい、ではでは湯屋に行ってまいりましょう。といやー、今の飲み屋街も良かったですね。では続いて湯屋を見ていこうかなと思います。はい、ちなみにこの湯屋の外側ってどうなってんの。一応リスポーンこっからだったんですけど、あ、行けないんだ。ちょリーゼント突き刺すなお前。湯屋の湯っていうのれんに突き刺すんじゃないよ。はい、ここにさ本当はあれですよね、回春とか書いてあったと思うんですけど、このロブロックスのステージでは書いてないんですかね。あ、すげえ、うわー、ここあれだよ、リンがさ、あの、たくあん入ったご飯を線に持ってきたところだ。腐っちゃったんだよね。感動する。ちょっとね、いろいろと細かい、人で今日のハイするんじゃない。視聴者さん、すいません。たけしがちょっとおてんばで。はい、こまごまと見ていきましょうか。こっちは？こっちはいけないんだ。なるほど。はい、じゃあちょっと走っていきましょう。あ、バンダイがあるよ。ここにさ、線が来て、あの、札をもらいに来るんだよね。黄色のカエルがここでバンダイしてて。はい。じゃあちょっと向こう側も行きましょうか。あ、札くれるかな、これ。札ください。いいやつください。ほら、千尋もこんな感じで成長しちゃって。あ、てか、後ろすごくない？え？うわー背中になんか、白ひげのなんかシンボルマークみたいな感じで、たけしのマークやんな。かっこいい。これいいですね。たけしの国旗のマークみたいな感じにしてもいいかもしれないですね。はい、要はたけし時代ということで、いろいろとお風呂がありますが、釜もしっかり作られてるね。よく作ったなこれ。上とか行けんのかな。はい、
ちゃんと松の木のさ、あの絵というか写真というか、これも写真に近いよね、描かれてますね横に。いやー、どこから足し湯ができるんだっけ。基本的にさ、こういう壁についてんだよね、コンコンってやったら出てくるんだけど、はい、オッケー、散らかすな、何してんだお前は。うんちたけしがいますね、はい、トイレうんちたけしがいます。トイレうんちたけし、確かあれですよね、あのたけし天使の方ですよね。はい、たけしの今入浴シーンなんですが、角が見えてますね。はい、鑑賞会が行われております。ちょっとのび太さん多すぎでしょうね。え、静香たけしなんだからね僕は。はい、今一瞬ね、静香たけし絶滅してほしいという方がちらほらいたような気がしますが、進んでいきましょう。あー、こっち側の風景もいい、いいね、ちょっと興奮してきたぜ。いやー、他はいける、早っ、めっちゃ早かった今。はい、そうそう、あ、お湯張ってんじゃん、ちょ角だけだから突き出すなお前全員溺死しちゃうよ。ここでちょっとたけしの頭回してみましょうか。はい、いきますほら近づいてごらん、バブルたけしだよ。お風呂の中でこれやったらね、泡出しそうですよね。うんちたけしは帰りなさい、お風呂の中入っちゃダメ、うんちのままね。お風呂綺麗なところなんだから。何汚しちゃってんの、すごい荒ぶるなあいつ。あとでトイレに流しとこう。はい、こっち側はちょっと色が違うね。はい、あ、いろんな色がある。さっき湯張ってなかったところだったんですが、うわー、緑色の、これ草つゆみたいな感じかな、いいね。はい、あのひよことかいないかな、いてほしいですよね。あと大根のお化けとか、あと包丁、生ハゲお化けとかね、いろいろいますから。神々が集うこの湯屋ですが、はい、あ、ここは先ほどと一緒だね。うん、じゃあちょっと他のところも見ていきましょうか。これ上とか行けるのかな、どうなんだろう。さっき向こう側行けなかったんで、こっち側から、あ、地とか書いてある。え、これ上がれたりする、あ、これは違うか、エレベーター使えるかなと思ったんですが、そんなことないか。はい、でここあれだ、千尋が顔なしを招き入れちゃった場所、そこ濡れませんかって言って、つって顔なしが入ってきたんだよね。いやー、これよくできてんな。一応概要欄に URL 貼っときます。はい、こっち側は階段で、あ、やっぱ行けますね。はいはい、お客さんとかいないのかな。こっち側は、あ、ちゃんと2階みたいな感じで書いてある。はい、うわー、景色素晴らしいね。湯屋一度心を込めての場所じゃんねえ、これ竜を外に逃がすんだよね。いやー、素晴らしい、あの苦団子くれた神様。こっち側は、あ、また階段になってんだ。へえ、ちょ、実際はよくわかりませんが、結構雰囲気よく再現度高く作られてますね。いや、ハイクオリティや。2階は終わったんで、次は3階に行きましょう。3階には何があるかな？うん。あー、やっぱ、ちょっと、また1段上がると景色が変わっていいですね。あ、すごい！宴会場だ！ここで大根のお化けとかにあったんだよね。エレベーター前だよな、確か。うわー、大広間じゃん。ちょっとここでチャーしてこうぜ、みんな。こんな湯屋あったら俺もう、なんか、2年ぐらい住みたいんだけど。いやー、もう宴会場に来れて嬉しくて、もうたけし踊り出しちゃってるからね。朝方に今撮影してるんですけど、よくこんな集まってくれたな。4時です。こっちか、何もない。なんかさ、隠し要素とかないの？ここのステージ。もしかしたらあるかもしんないね。こんな再現度高いから。はい。なんか湯婆婆の場所とか行きたいな。あ、こんなとこに寝るスペースとかあんだ。これ寝れるかな？ちょっと待ってね。寝ましょう、寝ましょう。俺さ、あの、凛の部屋すごい好きなんですよね。はい。あの、落ち着きません？ちょっと出窓というかさ。寝るのないな。これしかねえわ。かっこよすぎだろ、お前。アベンジャーズみたいになってんじゃん。やだよ、そんなパンつけたアベンジャーズ。お、この子はよく僕の撮影に最近参加してくれる子ですね。身長がちょっとこの前より低くなってる気がしますが。お、君は初めて見るね。うんちたけしはほっといて、ペプシたけしもいます。さあ、今の部屋を抜けてこっち一回行きましょう。サトシめっちゃ荒ぶってんなお前。さらに上行ける？あの橋あるとこどうやって行くんだろう。こう行くのかな。あれ、繋がってない。これ片側しか行けねえな。どうやっていくんだろうあれ。ちょっと待てよ。
なんかそこ空洞があるんですけど、ほらそこの壁、あん中入って上に行くとかありえますかね。どうなんだろう、隠し要素。いやこっから見た感じねえな。え、どうやって行くんだこれ。これちょっと正式ルートじゃないけど、こっから、あ、行けそう。はいはいはい、あ、行けない。あ、こうか。なるほど、ありがとう教えてくれて。行けましたね。これが最上階か。へえ。あ、ごめんね、また乗り越えたの、同じ人を乗り越えたのお前。もうパンなんか3かじりぐらいさせてあげたいですね、この子に。はい、なんかアンパンマン的な要素あるんで、たけしは何かじりでもどうだ。散ったな。大丈夫か、うんちたけし。あー、奥っ側もある。奥っ側行く前にまずこっち見に行きましょうか。いやー、いいねー、これは。なんかこれ千と千尋とかさ、ジブリのステージってほんと感動するんだよね。言葉が出なくなる。うん。あ、エレベーターあるじゃん。エレベーター厳密にはないけど空というか海が見えてるもんね。はい、走り回っておりますが、次はこっち側行きましょうか。はい、これは、あ、行けないんだ。見えない壁がありますね。これどうにか突き破れねえか。よいしょ。 AT フィールド貼られてるから無理ですね。ユバーバメ誰だ。はい、皆さん、ちょっと別のステージに一旦飛んでるんですが、ここすごいですよ。リンたちの部屋です。うわ、俺はここに何度泊まりたいと思ったことか。ここいいわ。なんか布団が敷き詰められててね。で、この雨の日の景色がとても綺麗なんですよ、ここ。はい、するな。あ、なにこの子。かわいいペンギンの仮面つけて。横にイルカいるぜ。はい。ひよこの服着てたな。何してんだ、馬。いや、綺麗な場所だな、本当に。雨が降ったら海ぐらいできるっしょ、つって、リンがここで教えてくれるんですよ。この辺かな。うん、ここら辺でさ、あのカッパラってきたっていうカッパラってきたマンをね、二人で食べるんですけど、綺麗だよね、ここ。いいわ、癒しだ。この棚とか開かないのかな。開かないですね。布団とか服とかね、見れたらいいんですけど。いやー、いいね。あ、じゃあ登るなお前、ゴキブリみたいになってんじゃん。はい、もう7月も半ばということで、セミタケシですね。はい、ゴキブリではないです。セミタケシにしてあげましょう。お前何してんだ、落ちろこっから。ここ見えない壁があるんでいけないんですよね。うん。いや本当にロボロックス素晴らしい。え、何してんの君は。大丈夫か、落ちたいのそんなに。落としてあげようか。あ、ダメだ。たけしが占領しちゃった。さあ、次の場所に戻りましょうか。君もセミになってんじゃん。はい、全員でセミになりました。それでは元の湯屋に戻りましょう。とう。じゃあちょっとこれから今のエレベーターのとこ下っていきましょうか。この下には何があるんだ、多分死ぬと思うんだけど。あぶな、たけしめっちゃ危ないことしてんじゃん。何してんのこれ。みんな来てない、来てないね。見失っちゃったのかな。じゃあうんち、よいしょ。すごい、湯屋の底が丸見えだ。湯屋の底を丸見えしたところで、ステージはこれで以上かな。はい、なかなかよくできたステージになっておりましたね。うん、なんか今後もさ、ジブリのステージ他のも見ていきたいね。まだ世界で誰も実況してないんで、はい、どんどんやっていこうかなと思います。湯屋にお越しのお客様、素晴らしいひとときを送れたのではないでしょうか。いや素晴らしかったですね。はい、今後もですね、ジブリのステージとかいろんなステージやっていく予定なんで、ぜひチャンネル登録高評価お願いします。したかな。かわいいみんな合わせてくれる、ありがたいね本当に。はい、結構マナーなってる方が多いんですよ。そう、時々ね、なんか暴走する方がいるんでモデレーター僕つけてるんで、そう、ブロックとか通報をするとね、確かアカウントが停止するんで、そういうのをねやってくださっております。本当みんなありがとう。ちょっと待って、ここにさ札あるわ。今バンダイに登ったんですけどバンダイにこんないらんこんないらんよ。すごい、バンダイの下からたけしを見るとこんな感じでなんか角が出てるんですね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。怖いよそれ。